にちは、クリームです。ですね、先ほどちょっと新しい機材が届いたので今日は開封していきたいと思います。で、こちらなんですけれども、サウンドハウスから届きました。ちょっと開けていきますね。はい、というわけで、ズームの H6 ですね。それと、アクセサリーパックっていう、まあ、ウィンドジャマーとか、リモコンが入ってるやつですかね。が、届きました。で、早速、開けていきたいと思います。で、ちょっとこれ買った直後に、F3 っていう、32bit フロートの、やつに気づいて、そういえばそれ、あったなと思って、もしかして交換してもらおうかと一瞬思ったんですけど、まあ、こっちにすることにしました。っていうのが、F3 いいんですけど、マイクロ SD なんですよね。記録媒体が。で、これ、通常の SD カードをさせるので、でマイクロ SD ってちょっと僕取り回ししづらくて、なんかアダプターが必要ですし、読み込むのに。で、まあもちろん、音割れしない。原理的に音割れしないっていう、あとコンパクトさはいいんですけどね。まあただ、この H6 はですね、まあプロの現場でもすごい定評のある機材なので、まあこれにしたいと思います。こういう感じになってまして。ん？触るの初めてなんですよね。おお。逆だったけど、おお、こういう感じですね。おお、あ、軽いよ、思ったより。めっちゃ軽い。もうちょい、思ったより大きいってことだったんで、もうちょっとなんかでっかい弁当箱みたいな大きいのかなって思ってたんですけど、思ったより小さいですね。片手でこう包み込めるような。で、思ったより軽いですね。で、安っぽかったら嫌なんですけど、ここは表面がヘアライン加工してあって、結構かっこいいですね。で、ここも、ちょっとしたテクスチャ感があって、あ、結構いいかもしれないですね。はい。IAF にしてるんですけどね。で、瞳認識にしてるはずなんですけど、ちょっと確認しよう。ちょっと撮影中なんで確認できなかったんですけど、まあ戻りましたね。ちょっと何かに反応してしまったようなんですけど。で、H6。まあこんぐらいのサイズだったらいいんじゃないですかね。ちょっと F3、いいなって一瞬思ったんですけどね。F3 はもう、多分、こんぐらい。このぐらいで、手に収まるので。で、F3 は2チャンネルってことなんですけど、XLR が。これは XLR が4本させるってことですね。で、こう4つの原因があって、わ、軽っ。あれ？これ安っぽいですね。これはもう、プラスチックって感じの。で、ここ LR にここにさせるんですけど、まあ、それがこの、コンデンサーマイクかな？ XY コンデンサーマイクっていうやつですかね。で、ここに、違う。ここにですね。カチッと言っていいのか。おー、いた。おう。こういう感じですね。これつけると、まあちょっと大きくて重いですね。はい。で、これね、ちょっと交差してるような感じで、まあ XY っていうらしいんですけど、ここの軸が
一緒で、こういう角度で、ステレオで撮るっていうやつですね。で、今が90度になってるので、120度も選べるんですけど、そうなると、まあ見た目は変わんないけど、こう90度だったのが120度になるらしいんですよね。うん。まあより広く撮れるっていう。まあこれ特許を申請してんのかな？まあ撮ったのかな？っていう機構らしいんですけど、うん、これちょっと剥がしますね。うん、よし、じゃあこれ置いていこう。はい、こういう感じの機材になってます。まあこれがあるとここのコンデンサマイクの LR ですね、まあステレオで撮れるし、ここに、XLR させば4チャンネル撮れると。で、この LR がここのレックで、1234がこの1234かな。うん、1234ですね。で、これでレック。これで再生ストップと。で、SD カードがここですね。おお、本当にさせる。あの、ノーマルのサイズの SD カードですね。まあ、マイクロ SD はちょっとね、取り回ししづらいので、うん、これ助かりますね。で、ここにイヤホンジャック、うん、ですね。で、ボリューム、ホールド、あ、これが電源か。電源。で、電池駆動もいけるので、4本、単三電池ですかね。させると。うん、で、ここでメニューを選べて、ここでまた、ここで、あ、ここでメニューを選べて、ここで選択するような感じですかね。で、これがちょっとま使いづらいけど、マイクロ USB かな？で、充電できると。うん。いう感じのレコーダーになっています。で、今はわざわざ、まあ、Mac を広げて、マイクプリ、モツの M2 で撮ってるんですけど、まあ、これがあれば、この今マイクにつながってるのを、ここにさせると。で、ここで音が取れるので、で、WAV か MP3。で、MP3 は圧縮されてるはずなので、WAV で撮って、後で編集するってことですね。うん。パッドがあって、これが、-20のアテネートかな？もできるみたいですね。で、まあ、ボリュームが0から10まであって、まあ、だいたい5ぐらいにしとくのがいい気がしますね。ちょっと検索すると。まあ、とりあえず、0だったら取れないので、5ぐらいにしておいて、うん。とりあえず全部5にしようかな。うん、っていう感じですかね。おお、こういう感じ。で、こうやって外せて、ああ、まあ、これ、軽いけど、ちょっと、ダサいですね。まあ、用途的には、こっち使わなければ、いらないんですけど、まあ、つけておいたら、最悪、こっちでも、ステレオで、録音できてると、いうことなので、うん。まあ、こっちの XLR の声、取るなら、を元にしながら、ここで環境音取れてるんだったら、まあ、ノイズリダクションして、環境音のボリューム、まあ、調整しながら、音混ぜてもいいかもしれないですね。まあ、こういう感じでいいかな。うん。で、一応ちょっとオプションも確認したいんですけど、これケースはついてないのか。ケースついてないですね。で、このオプションもセットで買ったんですけど、
どれぐらい入ってる？あ、アダプターか。これは、充電のアダプターですね。と、これがリモコン。まあ、リモコン使うかな。まあ、まあ、それ使ってみる。と、なんかあ、イヤホンの延長ですね。イヤホンの延長ケーブルと、これがあれですね、充電ケーブル。USB-A と、これはマイクロ USB-B ですかね。うん。と、ウィンドジャマーと。あれなんか入ってたけど。おーっと、気持ち悪い。なんか気持ち悪いですね、これ。うわ。これ、ちょっとダサいんだよなーって、画像見てて思ってたんですけど、これをつける？つけんのこれ。うわ、やば。え、これ閉まんのこれ。うわ、これこれはねダサいですけど、うん、あ、これ、あ、こういくのか。はいはい、こうか。おー。こういう感じ？なんか、逆立ってますけどね。なんか変なキャラクターみたいになってますけどね。うん。まあでもあれか。ね、ウィンドカットできて、風切り音カットできていいかもしれないですね。まあでも、ダサいな。これあんまり、とりあえずつけないで。うん。まあこれがね、かっこいいので。まあこういう感じでいいかなと思います。うん。で、まあこんな小さくて。で、マイクプリが4つ。こっちもそうか。XLR。はい、LR。で、まあ、マイクプリ4つっていうか、まあ、1つかもしれないですけど、まあ、とにかくマイクプリ入ってて、で、オーディオインターフェースにもなると、いうことなんですよね。はい。というわけで、まあ、後で早速、これで撮ってみてですね。まあ、モツの M2 とか、SSL2 とか、あとは、まあ、チャンネルストリップの、シルフォードチャンネル、LA60 とかとですね。まあ、比較っていうか、ま、音質、どう違うのか、ちょっと検証してみたいと思います。はい。今日はこんな感じで、お疲れ様でした。